遺敵を待ちながらは南アフリカ共和国出身のノーベル文学賞受賞作家 J.M. クッ r の第3作目の小説。1980年に出版されたこの作品で作家 J.M. クッ r t の名前が世界的に知られるようになった。架空の帝国が支配権を持つ辺境の植民地で執政官を長年務める主人公のところへ、 外部からの蛮族の襲来を懸念する帝国の第三局からジョル大佐という人物が派遣されてくる。先制攻撃によって敵の捕獲作戦を始めるというのだ。ジョル大佐が率いる部隊に連行されてきた者たちは人間以下の扱いを受け尋問され拷問を受ける。父親を殺され両足を潰されて視野も狂い仲間に置き去りにされた娘を失政官は 街から拾ってきて、自分の本来の職務は、法と正義を行うことにあるはずだと、ジョルの行為や、自分の立場をあがなうかのように娘の足に油を塗り、撫でさすり、仲間のところへ返してやる。そのため失政官は敵に通じたとみなされて監獄に、入れられ、拷問を受ける。タイトルは、アレクサンドリアに生まれて生れてきた、ギリシアの詩人。 コンスタンディノス・カバフィスの詩の一つから取られているが、同時にサミュエル・ベケットの五道を待ちながらをも連想させる。クッテえが2003年にノーベル文学賞を受賞した後、本作はペンギン・ブックスのグレートブックス・オブ・ザ・トゥエンティース・センチュリーシリーズに選ばれた。同作はフィリップ・グラスの作曲でオペラ化された。クリストファー・ハンプトンによる台本は原作を忠実に本案している。 2005年10月にドイツのエルフルトにて初演。2019年にコロンビアの映画監督シーロ・ゲーラによって映画化され、9月にベネチア映画祭でプレミア上映された。作家自身が書いたシナリオが使われ、主人公の失聖感をマークライランスがジョル・大佐をジョニー・ゼップがマンデル・ジュンイをロバート・パティンソンが演じている。ありがとうございます。